津市、葉山駅は、神奈川県津市津市五丁目にある、京浜急行電鉄津市線の駅。津市線の終着駅である。駅番号は、KK53。8両編成対応の短式ホーム1面1線を、有する地上駅。津市線は、全線複線だが、当駅を設置する際に、従前の下り側の線路を一部撤去し、その部分にホームを構築したため、駅構内では、 単線となっている。前述の通り2駅を統合した駅のため、改札口は南北2カ所の旧駅付近に設置されている。北口の駅ビル2位と2階の改札からは約100メートルほどの高架連絡橋を経由してホームに達する。一方、南口はホーム端から直接出入りが可能である。北口側には上りエスカレーターが設置されているが、 エレベーター等の昇降設備がないため、バリアフリールートは南口側に限定される。ホームには4両6両8両編成の最後部付近に車掌用の発車用スイッチがある。これは、踏切と信号機、電子電冷装置と連動している。統合前の京浜寿司駅、寿司海岸駅は、共に相対式ホーム2面2線を有する地上駅であった。一面一線のみであり、 案内サインには番線表記がないが LED 式発射表には1と番号が不満されている。2008年11月21日から図紙出身の音楽ユニット気まぐれんの楽曲ライフをアレンジしたものを接近メロディとして使用している。メロディはスイッチの制作で編曲は塩塚博が手掛けた。 2019年度の1日平均乗降人員は25,136人であり、京急線全72駅中26位。近接する東日本旅客鉄道横須賀線寿司駅の約4割ほどの乗降人員である。近年の1日平均乗降人員と乗車人員の推移は下記の通り、寿司市の島市街地が広がる。南口から15分ほど歩くと、 津市海岸海水浴場に達する。駅前に設置されている津市、葉山駅が最寄りバス停。京浜急行バスより運行されている。バス停は北口付近と南口付近にそれぞれ設置され、方面別に停留所が分かれている。南口付近には停留場のほか、旧津市海岸駅の敷地跡を活用したバス車庫があり、バスターミナルのようになっている。なお、 当駅を経由するバスはすべて JR 逗子駅を、木、終点としており、ターミナル機能は持たない。北口、編集南口、編集駅名標や、車両の方向幕などでは、逗子の、当の字の診療の点の数が1点ではなく2点になっている。方向幕では長らく1点診療が扱われていたが、2000年代に入った頃からは2点診療に変更されている。 なお、どちらの診療を使っても構わないとされており、どちらも間違いではない。図司線の終点が図司海岸駅だった時の方向幕には、図司の2文字のみが表示されていた。京浜急行電鉄図司線特急、エアポート急行、普通人無地駅図司、葉山駅神奈川県県西洋蘭図司海岸駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。